今季のチームの出来みたいなものを振り返っていただいて、岩井選手個人としてどのように感じていたかお聞きしたいんですけれども。そうですね、まあ、結果が全てなんで、そこは1年間通して成長しきれなかったチームじゃなかったかなと感じます。その要因ってどの辺にあったと思います？成長しきれなかったっていうところ。そうですね、そのまだまだチームのまとまりっていうのがまだまだできてないと思うし、もっともっとその一人一人のつながりっていうのを深めて、もっと信頼できるチームにしないと、本当に強い相手を前にしたときに勝ちきれない試合とかっていうのは、まあ、今シーズン本当に多かったんで、そういうところは直していかなきゃいけないかなと思います。今シーズンご自身のパフォーマンス自体はいかがでしたでしょうか？今年ずっとセンターバックやらせてもらって、まあ、いろんな面で成長することができたんで、個人的には本当に充実した1年だったなと感じます。センターバックとして何かこう残せたもの、この先に何かつながるものって見つかりましたでしょうか？高い位置からディフェンスをみんなでするようになって、それからやっぱ失点数っていうのが減ってきたっていうのは、まあ、後ろだけじゃなくてやっぱ守備を考えてくれるみんなの守備意識だったり、まあ、ディフェンスラインのゴール前での体の張ることだったり、まあ、そういうことが変わりつつあるんで、そこは来年につなげれたらいいかなとは思ってます。では来季に向けた意気込み、来季このようなこう個人的なパフォーマンスを残したい、チームとしてはこういうようなものを残したいというものをお聞きしたいんですけれども。チームとして、まあ、このシーズン終盤失点数は明らかに減ってきたんで、それを来年も来シーズンも継続してやっていくことが、まずやっぱ勝ちを拾っていくように一番大事だと思うし、まあ、今年以上にセットプレーだったり、やっぱ点を取っていかないといけないんで、そういうところは伸ばしていかなきゃいけないところだなと思います。最後に来季の目標、ご自身としてチームとしての目標を聞きたいんですけれども。まあ、来シーズンはもうちょっとセットプレーから点取りたいなというのを、チームとしては失点数をもっともっと減らして、まずは今年以上に失点数減らせれるようにやっていければいいかなと思います。